兄さん、こういうとこ来ない方がいいよ。外の女と中の女の区別がついてない顔してる。運命はここにあった。こういうアプリってよくやられるんですか？いや、そんなには。佐藤さん、メッセージで高校の先生って。あ、はい。公務員じゃないんですね。これまでの人生が特に不幸だったとは思わない。でも、どこかでかけ違えたに違いない自分の選択ミスによって、足元は常にぐらついている。お兄さん、お兄さん、今日どんな感じで抜きですか？ヘルスどうですか？ヘルス若くて可愛くいっぱいいますよ。女の子みんな優しいですよ。僕にも。もちろん。さあ、どうぞご案内します。これ、どうしたら。え？すいません、僕、初めてで。ああ、体洗ったら、それでうがいしてね。お兄さん、こういうとこ来るの初めてなんだよね。はい。まあ、私がこんなこと言うなって話なんだけど、兄さん、こういうとこ来ない方がいいよ。え？外の女と中の女の区別がついてない顔してる。教員免許は美術のみですか？はい。なるほど。今の非常勤講師の契約が7月末までなんですね。はい。なんで爆笑？だって変な顔してたから。あ、シャワーしなくていいの？あ、そうだ。私今日初めてで。あ、大丈夫。今からちゃんとする。ちゃんと？ちゃんとお仕事する。キスしてもいいですか？ダメ。なんで？キスしたら好きになっちゃうじゃん。彼女は儚く今にも消えそうで。好きになったらダメなの？運命はここにあった。難しい。名古屋？地元？ブー。あ、山口？おー、なんでわかったと？昔なんかのテレビで見た。でも、お母さんが博多の人やから、たまに変な博多弁になると。ナルト？
大福は大福君は、あ、っていうか名前聞いてもいい？藤田。藤田君はずっと東京？埼玉、すぐそこ。つまんないよね、ずっと関東なんて。シティボーイやん。どう見てもシティボーイじゃないでしょ。仕事は？高校教師。先生がこんなところ来ていいの？ダメかな。まあ、先生だってエッチなことしたいもんね。じゃあさ、セリカちゃんはなんでここにいるの？あ、ごめん、変なこと聞いて。うざいよね、俺。あんたに出会うために私はここへ来たと。結婚式とかさ、恥ずかしくない？いいの？人生で結婚式だけだよ、大っぴらに恥ずかしいことできんの。普通にドキドキしたんだ、その情にした。運命だって思ったし、純粋に俺を男として見てくれて。それ本気で言ってる？そのジョーこそ自分の得のためにそこにいるじゃん。藤田君って意外に面白いんだねでも本当にいいの？話すだけで。あ、うん、今日はそうしたかったから。で、セリカちゃんは休みの日何してるの？そうやね、映画見たり美術館行ったり。美術館？どんなのが好きなの？私ちょっと変わってるっていうか、マニアックなやつしか見ないから多分分かんないかも。マニアックが好きって、美大生みたい。そう見える？ああ嬉しい。行きたかったな美大。美大？ここでこんな自分の話初めてした。いつもは男の人はみんなお客さんで、私が喜ばせる役だからさ。あの、俺ちょっとなら手伝えるかもしんない。ねえ、そんなに通ってくれるの？あ、お金持ちない？いや、そっちじゃなくて、俺高校で美術教えてて。嘘？本当？一応油絵で玉火も出てる。嘘？え、嘘嘘、すごくない？そうなんや。なあ藤田くん、今度ここじゃないとこでも会ってくれ。かわいいね藤田くんはさ、いろんなとこでしたんでしょ？え？デッサンとか。うん、課題でいろいろ。いいなあ都会は。そんなに違うの？地元と。違うよ、やっぱり匂いが違うと。田舎と東京は。はあ、私も山口じゃなくて東京に生まれてたらな。高校生みたい。藤田くん、
抜けてる高校生だったんだ。あ、俺生きてなかった。俺さ、藤田じゃなくて佐藤なんだ。なんで藤田にしたの？なんとなく好きな画家から撮った。アーティストだ。セリカちゃんは？セリカって源氏名でしょ？うん、本当の名前だよ。植物のセリに香るセリカ。マジで普通そこ本名使わなくない？特別やから名前は。特別？うん、地味な私の唯一個性的な持ち物。地味じゃないよ。うん、いいの、自分のこと分かってるから。私めっちゃ普通で地味で地味で本当に嫌になる。いや、輝いてる。え？俺にとっては東京中のどの女の人よりもセリカちゃんが光って見える。もっと、もっと早く佐藤君と会いたかった。これからいっぱい会えるよ。うん。いっぱい一緒にいよ。これもおそろいって言うのかな。あの、今日行くの？お店。ううん。そっか。寂しいと？うん。でも今日お店じゃなくてよかった。ごめん、俺も客の癖して。うん、私も今日はお店行きたくなか。次は新体審査、進行審査でご質問に注意ください。またね。また連絡するね。あのね、佐藤くん、私明日結婚すると。